はい。あ、それ見応えになりましたね。あ、なりましたね。あったね。そして今日もまた謎のこの時間。謎の,謎のこの時間。はい。はい。ちょっと今日は本日非常に家が冷えとりますのでコートにさせていただいて。 はいなんか久しぶりです、なんか家の中でコートを着てらっしゃる方を見るのが。海外の方でたまにね家の中寒いよ、ね。分かる分かる。ね、いやもう、簡単に言うと、今日家がね、水道凍結したぐらいだったんですよ、実は。えー、そうなんですね。朝から大騒ぎ。それは大変だ。もうあの 結構もうほんと岡山のローカルルーツでもみんな凍結だ凍結だーみたいなええー、午前中うちガス屋さんが来てくれてたんですけどガスレンジを買い替えたのではいもうあの凍結についてもいろいろあのお教えをこうっていうか私たちどうしたらいいの次どうしたらいいのみたいなほの <laughs> 家中大騒ぎです日々本当とうにうちのなんか前 あの店舗天候が寒くてあの破裂したことあります水道管がうん習いましたその時にぐるぐる巻きにするのよそう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 本当にそうなんですあら今日またおかげさまでなんか見ていただいてますよます、あ、でにあ本当ですか嬉しいな。<laughs> あれちゃんと私たち挨拶してないですよね、まだね。そうですちょっと待ってくださいね。今いいあ、いけてますね。大丈夫ですね。えっ、ー、と。今、減ってませんか何人見てるとかってね、減ってませんか、うん

はい、そうなんです。で、ちょっとさっきもちらっと言ってますが、今日岡山、朝から凍結するぐらい寒くて、今、お家帰ってきても死ぬほど寒いので、コートにさせていただいて、このまま進めさせていただければと思っております。はい。本当に水が出ないって、こういうことなんだって、初めて見ました、私。<laughs> うーこんな大きこんなになるんだで、ね、んびっくりして、いや、本当にもう、なんか、ね、いや、でも、 ニュースでも言ってたんですよ。うん、みんな凍結に注意しましょうってだから気にしてなかったから、うん、今まで、うん、なんだけど、うんうん、寒いとそういうものなのねっていうのをね初めて実感しております。そううなんですね。なんかほら、うんうん、最近さ町が、うん、あのー、すっかり コンクリート化しているというかさ、それで、霜柱とか全く見な,、うん、見なくなってしまったじゃないですか、普段の生活の中で。ね、そう、普段はね。なほら、ヒートテック的なもの着ていると、全然ほら、温度があまりよくわからないみたいなことがあって、なんか寒、寒さってどういう感じだっけみたいなのがね、聞き込み能力がなくなっているような気がしますね、す動物としての。<laughs> いやわかりますだからそういう意味で言うと私本当こっち帰ってきて今おっしゃった霜柱とかもそうだし朝からその、うん、なんていうの,その用水路の水が凍ってるとか例えば今日来たガス屋さんがお家で植えたものたち庭に植えたものたちが全部霜でダメになったとかいう会話とか本当あ自然自然これがそうだわって今いろいろ思い出してるいろんなことを。<laughs> 思い出してる。あ、そうだ、こういう感じだったと思って。うーん、子供の頃そんな感じでしたよね。んな感じでしたよ、本当に。うん。もう,もう寒かったのに、なんかやっぱり。<laughs> <ん>ええ、高橋さんがもうお疲れ様ですっ <laughs> すげ<で>。あら、は、すごいね。そう。早い。早い。早い。 え、収穫 <laughs> して、ごめさい。すみません。はい、いえいえ、大丈夫です。そうなんだ。あ、そうそう、私、高垣さんから電話もらったのに、またかけますと言ったまま。ごめんなさい、ちょっとかけてないな。<laughs> また、またかけます。はい、すみません。<laughs> はい。いろいろね。すみませてます。ね。いろいろ進んできてますが、監督前からぞ忙しそうで、年が明けても。<laughs> いや、もう、あの、本当に。四日から。 通常運転というかだったんですけど、うん、本当に今日まで毎日ぎゅうぎゅうだったんですよおかげさまでいやー、うん、まあほら島妹さんには結構前から相談してたけどもうこれ明らかにもともとの帰る予定の1月15日だとはまってないっていうあのあれです、うんうん、<laughs> そうなのでいやおかげさまでなんかうん今日だからね実は,はじあの にまあ、2回目っていうか、本当の倉敷な美観地区に行ったのは、今回のこのタームの中では初めてだったんです。うんうん、で、本当、小学校ぶりに行って、まあ、きお会いさせていただいたのが、きょうん、うん、今日お会いさせていただいたのが、大原美術館さんなんですよ。うんうん、で、本当、あのー、 あじゃあこのあとぜひお時間ちょっとあるならご覧になってってって言われてあの、うん、最後まで閉館までいろいろ見させてもらってたんですけどだからちょっとね、うん、心の選択をちょっとしてきた感じです。素敵だった。びっくりした。いいな,うんなんかや,、うん、うんやっぱりねやえ遠足でね行ってたんですよ子供の頃 でも子どもの頃っありがたさが分からないっていうかやっぱりで大人になってそれこそ海外とかも行くようになったりとかしていろんな美術館行ったりとかしてあこう私ここが好きだなとかこういう感じの方がいいなとかちょっとこういうのは嫌だなとかいろいろ見てきたり逆になんかこう芸術とかアートとか文化みたいなものにこう興味があるものはなんか読んだりとか勉強したりとかするようになるじゃないですか。 でそうやってやっとここの44になって見たらねなんかちょっと感動しちゃってなんか「冷え」と思ってうーんすごくいや良かったなと思って今日本当まあねちょっとどうしてもこの状況だからまあ静かになっちゃってるシビ完竹も含めてっていうのはあるんですけどうーんいいねやっぱり美術館。 思思っっててて帰らせていたただきました素敵と思って私も大好きなんですね。うん、美術館とか芸術館とか歴史館とかもう本当にいつもね、こんな状況じゃなければいろいろ歩いてますね、いろんなものを見に。ね、ぜひお勘参りできるようになったら、ね、<laughs> 終わる当に。 や素敵ですもちろんそのほらいわゆる有名なとこのモネとかシャガールとかもありますけどうん,なんかね本当に多岐にわたるすごく素敵なものがあったりして、うん、いやこれはすごいなって思ってこうで建物も素敵なので、うんうん、なんかほら結構ほらドイツとかの映画あの美術館とかに行くと、うん、ちょっとこう家屋の匂いがする美術館っていうかあったりするじゃないですか。 なんかこうドドドンみたいな感じじゃなくてこう床がキシキシキシってなるとか私私ヤファイアとか好きですごく、うん、それこそなんか南仏とかも結構そういう美術館多くてなんか本当にね今日なんか,なんかキシキシキシっていうあのほどガシっていうもいわゆるドドンみたいなとこもあるしこうキシキシキシっていうところも両方あるお花ってそういう素敵なとこなのでなんかねすごく。 はああ、なんかよかったと思って、また明日から頑張ろうって思える感じでしたね、今日は。う,はい、うん。影響を養い。そうですね。そうでした、そうでした。あと、ねはい、とかって、やっぱそうなりますよね。元気が出るっていうか、癒されるし、元気が出るし、なんか活力をもらえますよね。整うんですも、ね、らます 本当そう思います、うん、そうなんかねだから、まあ、今回のね映画もほらそのいわゆるこう劇場でっていうことともまた別のこととかもなんかこういろんなことをみんなで今考えたりみたいなことをしてる中でいうとやっぱりなんかそういうところからもらえるアイディアっていうのもたくさんあると思うのでなんかねフラットになんか。 柔軟にいろんなことが考えていけたらいいなってやっぱり思いますね、うん、流れてる空気がいいね,ね好きだなって本当になんて思ったりしておりましたう、ねうん、いやすらしいですね,、うんはい、ねあそうそうそうなんですよえっとえ T シャツキックスターター前回のキックスターターのクラファンの T シャツのリワードがちょっと、はい デザインを待っていて遅れてたじゃないですか。去年の末にデザインを稲んからいただきましてそこからまだちょっとミーティングいろいろやらなきゃいけなかったんでうん、うん、今に至るんですがある程度こういう方向で T シャツやりましょうみたいな感じに決まってきてそれがねとても素敵だったんですね。いいですねいいですねいいねいいね。そうなんですよ ね、なあの逆に本当にいつもの稲んの展示会というか展覧会で、あのー、販売されている T シャツのクオリティとそんなに変わらなくやらせていただいているので今回も。うんうん、だけどね、値段は全然今回のリワードの方がが、ね、安かったんですよ、実は。だからなんか <laughs> 本当に申し訳ないなとか思いながらでもまあ、なんかいただいた、まあ、リワード参加してくださった方にはいいのかなとか思いながら。 はいね、難しいですよね、でもね。難しい、難しい、難しい、難しいしそうで、ね。デザインがね、素敵すぎたからあの、インクジェットプリントの T シャツ、ペラッとした印刷にしたくなくて、やっぱり田いこだなってるシルクスリーンのちゃんとこう凹凸が出るようなタイプの。うんうん <laughs> あの感じで、これは絶対にやりたいと思って、まあね、大変ですよ。その枠がどうするとか、難色だからこうするとか。<laughs> <laughs> 本当にありがとうございますっていう感じですけど。ありがとうございますっていう感じで。なぜならば、最初に田舎にあの、こんな風なやつでお願いしたいんですって言ってたのと、もっと小さくて、柄もね、デザインも小さくて、 一色使いだったんですよね、うん、我々が出ーーしてたのって、うん、お願いしてたの。そうそう、だけど、なんか創作意欲でね、イナ君がこのデザインで、こんな感じがいいですよってっ、<laughs> ドーンって、やっぱすごいやつが来て、いや、こんなクオリティでか <laughs> 来てるんだな、みたいな。<laughs> <laughs> そううん。これをなんかしし一つで、シェアとちょっと、稲作品の意味がみたいな、うん、せっかく描いてくれたのに。 ねそうなるほどね。あとね本当にやっぱりこのプロジェクトがやっぱりこうトータルでいうと2年から、ね、3年弱か,かかるのか否かみたいなとこで言うときっとこうクラウドファンディング何回もさせていただくことになるしやっぱりねなんかいいものの方がいい,いいじゃんねっていうところもやっぱ出てきちゃうし難しいですよね。<laughs> 本当に本当に それでね、あの私から稲んの方に送っていたそのキーワードとかそういったことが例えばあの今回のフラファーの中にも出てた「ひすれば花」なみにの言葉だったりとか、うんうん、あと我々のお見送りとか家族の,あの普遍的な愛の物語だとかってそういうことから着想を得てやっぱり稲くんの得意とするモチーフの一つである花を描いてくれたからこれやっぱりね、うん、特表的稲作品だったんですよ全部のデザインがね。 あやっぱりこんなやっぱ特徴的な作品をどんってこちらに出してくれたのにこれちょっとうちらで買えるわけにいかないよねっていう話にはなって <laughs> そう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 ,あそう,そうあの T シャツそうだしてる人と私もほら T シャツ作りはしたことがないので、うんうん、テレストにいろいろ相談しながらやってるんですけどあもったいないよねみたいな。 逆に私ももう完全にそこをしましたね、お任せしちゃってるから、本当、皆さんよろしくすみませんって感じですけど、ちょっとね、結局、素晴らしいデザインが上がってきたので、それはすごいありがたいし、嬉しかったから、それをあのプロジェクト通してずっと使っていこうっていうことになりまして、コラファンとかいろいろなのにこう使っていけたらいいなと思うんですけど。うん ね、花,花なんですね、いいすね本当に稲作品を代表する花だったりするので、々うん、うん、えっとそれからね、あの花を、はいえと、自分たちの花を手向けようということもありますんでね、我々の、うんはい、その,鑑定なの、なんか安定しいも。はい <laughs> ねなね、あ、そんな感じで T シャツは着てみます。はい。はーい。はい、了解です。はい。そうですね。あ、進捗ね。進捗、そう。はい。あ、じゃあ、ね、もう一個言ってもいっか。あの今あのほら岡山に私いるじゃないですか。うん。うん。 岡山で今クラウドファンディングをやる準備をしてますよっていうところまででじゃあねいいですよね <laughs> はい、はいはい。岡山でクラウドファンディングやる,、ね、るやでっていうところで。はい、でそのなんかね考えてたけどうんうんあの前回のコ、えっと。 のクラファン世界版と日本版であっキックスターターのコラファンの時のリは T シャツのリワードもそうなんですけど、うん、うん、その素晴らしいデザインをこう、なんか色違いで連作として、プロジェクト通して何かできたらいいなと思ってます、T シャツとかで。いいなあ、いいなって思う。うん、私もすごくいいなって思う、本当に。ねやっぱりそういうの大事です、ね。 そうそういろんなお花の色があるし、いろんなね、なんかこう、いろんな花の色、好きな色もあるでしょうから、ずっとそんなふうにして、最後、いろんなのお花を集めていただけるような感じにして、なんかやっていけたらいいなと思って。はい。ね、高垣さんも T シャツそうですよね。ありがとうございます。高垣さん、そうなの。そ<う>クラファン、そうだった。<う> T シャツだったもん。うん ありがとうございます。楽しみにしてく,しててください。すごい素晴らしいなんかデザインがいなくなった。ま、おにゃ、さリワードで作って、そこにはこんな感じになる予定ですしか書いてなくて、現物もデザインも載せてなくて、そんな,なんか <laughs> なかなか <laughs> いやいやなかなかですよなんかほらさあだって普通は映画のクラファンとかでもある程度できてんでのクラファンじゃないですか正直実は結構多いのはねこれ私たちまさかのほら私たちが動くためのところからのクラファン始めたから そこでさえ結構みんな、うん、えって言われるのにリワードのあれもほぼほぼイメージっていうね斬新な形で皆様にお力添頂い,いてますんでね次はもうちょっといろいろ具体でねとか思うんですけど。うんえー、あのー、なんか我々もね、はいろいろね上手にできるようにあとでね本当プロジェクト進んでいく途中 振り返りとかで、あの最初のやつないよねってすごい大爆笑すると思うんですけど、きっと。<laughs> <laughs> はい <laughs> あ。あとそうだ今外してくれたのは。はい。そうだね。あとなんだっけな。あれ、今日もなかなかね、これ、うちなのかしら、ちょっとこの不安定さって。あ、止まってますうち。うちね、止まってないっぽい。 なんだろうか。あ,あ、あれなえいいの。いいいいの。でも大丈夫そうだ。いいはい。よいしょ。よいしょ。ごめんなさい。あ、今ね、めっちゃ電波が良くなった。そうあのうんうん。あらこい。あとあれです。えっといよいよあの私来週から岡山で取材受けます。そうですよねー。 いやあのもちろんね当たり前なんですけどそのいわゆるパブリシティっていうものももちろん公開までいろいろお力添えをいただけるようにと思って11月のところ入ってからあのいろんな企業さんをあわとか動きながら合わせてそちらもお話をさせていただいていてあの細かいことはまだちょっとあれですけど。 デジタルも紙面も取材が始まりますしあのそれこそ13日にはもうこれは言っていいと思うんだけどなあの FM に出ます、えー、私そす、ね。そうですよねははい、はいであのせっかくなのでということで朝の9時ぐらいからの生放送に出ます。はい <laughs> あのま、なんかあのまあ、うんあのー、具体でどういうお話ができるかとかいうのはまだ全然詰めてるさせてもらってるところではありますけど、はいあのあのー、もちろん映画の話とか、えー、どういう仕事を今までやってきててとかなぜ岡山なのかとかそういうお話とかいろいろできればいいなって思いますしなんか朝のね午前中から私の暑苦しさよりはなんか爽やかになってもらえるようにお話ができたらいいなって。<laughs> <laughs> 思っていますはい、だから本当今週から本当にスタートですねそういう意味で言うと、うん、そういやおかげさまでありがたいなと思いますいろんな方にあのお力添えいただいてなのでまあね本当長いプロジェクトだし、うん、できればこのあと 私だけじゃなくて、下枝さんとか、あとスタッフとか、私たちの座組とか、いろんなことをいろんなふうにご興味を持っていただけるように、あの初回を頑張ってきて、続けてやってもいいじゃないかって思ってもらえるように、お話ししていきたいなって思います。はいうん、よろししくお願いしますす、ね、そうですね<の>パブリシティの、ね、あの今年からは で全でで展開そうそういやいかんせんねこの本当にまさかの今みたいにこうねフェイスブックでお話できてっていうのも当たり前にありがたい話で一週間に一回こう進捗をお話ししたりっていうのもあるんですけど本当と、まあ あの岡山でいうともう本岡山県の FC さんなり、えー、企業さんなりそのパブリシティなりっていうその岡山の人たちからっていう形でのこう何て言うんですか視線というかそういうポイントオブビューでお話をしていただけるっていうのもすごくありがたいのでか、ねうん、そんなところが何て言うんですか、まあ、最終的には大勢の人に届いてほしいと思うからそういったところもねなんか なんか最近いろいろ喋ってるなって思ってもらえるように頑張っていきたいなって思いますね。はいはい、はい、お願いします。よろしくお願いします,すね。はいお願いします、はいお。私の方はですね、私もちょっとなんか具体的なことは言えないんですけど、まだはいパッとね今ね <laughs> 全面的に、はい、全面的に北米地域動いておりましてはい。 週一ミーティングを重ねながらいろいろ、いろいろがいろいろになるように、いろいろやっております。なんか、いろいろと北米のいくつかじゃなくて、ちょっといろんな地域でいろいろができるようにということで、今、全体的な、なんていうんですかね、仕組み作りっていうか、それらのことをちょっと相談しながら進めてはいるんですけど。 いやなんかなんかあれですよね、はい、こんななんかこう全体の全体のこう本当デザインっていうか設計っていうのをなんかね。そうそう本当ですよねあ本当なんかだからもう私と下井さん全く今こうほんとなんかね進捗をすり合わせながら。 あそういうのもあるかとかいう感じじゃないですか、私は島内さんから聞いて、なるほど、それもあるな、聞いてみよう、みたいな、なんか。そうそうそう。なんかね、<laughs> それ、ね、本当、いいですよね、こういう、そうだそうだって言って、また頑張ろうっていうことで、また、バーッとどっか行って、帰ってきて、<laughs> そ,うそうそう。あいいじゃんって 頑張 <laughs> らなみたいな。<laughs> 面白いですね。<laughs> 本当。うん。なんかね。でも、本当になんか、それこそなんか、こう、今岡山で一緒に、にあの、お力添えいただいてる方とか。もう、今日なんかメールをいただけて、すごくあり、あ、ありがたいなって思ったのは。その。ね、なんて言うんだろう。本当。 今まであったやり方とかではなく本当あの新しいことどんどん思いついたら言ってくださいねって言っていただけるっていうのはやっぱりすごくありがたいなって思うからどうしてもさなんか日々日々バタバタしてるとなんかこうだんだん頭がこうまたこいつもだったらこうだなって感じになりがちだけどあそうじゃなくてこうゆ,ゆるくゆるく柔らかくっていけたら、うん やっぱりその方が楽しいなって思えるので、そういう形で走り切りたいなって思いますね。ういやあの海外育児人協会様の講演いただいたじゃないですか、去年。で、初拠点あるじゃないですか。で、アフリカ大陸とかチュランとかいろいろあったでしょ。あの汁と次、じゃえっと、話すねっていうことで。 だけどね、言語がね、やっぱり日本語でも英語でもない時があるんですよ。この人とは、<laughs> この人とは、<laughs> あそうかと思って、ちょっとね、今、私、そこを課題になったりはしています。うん、いや、そうよね。 かろうじて英語、にははなってると本当はい,いけどねもう、うん、英,語語英語スペイン語ぐらいならなんとか頑張っていけるけど、ね、あとインドネシア語ぐらいならでも、それ以外の国の言葉でその地域すっていうの、ちょっと今年の私のミッションなんだなと思いながらいましたけどね。 いやーそうまあまあねでもほんとうんそうなんだよな。うんねえだからまあちょっとこうどんなやり方がねあのー コミュニケーションの取り方としてどんな方法がいいのかがうんと、ね、まだ自分の中でもつかめていない感じもあるのでそのエリアのどんな活動をされているのかとかどんな、えー、とメディアで皆さんこうコミュニケーションされているのかとかっていうのもまだちょっと立ちしきれてないので、えー、いろいろお話を伺いながら進めたいと思うんですけどまずはその言語の問題からやっぱりあるから。 <laughs> そこね今年結構頑張ろうですうんうんいやとだな本当だな本当だなこれはんとかなる何とかなるなんとかなるなんとかなるまあね結果としてはやっぱり大勢の人にち,あのちゃんと見ていただけるようにその日系の方たちにもああ これがルーツにあった国の映画なのだときちんと受け取ってもらえるようにっていうことですもんね。うん。うん。うん、そうですね。なんとかる <laughs> なんとかるそうです、ね。その日系の方々に、ねそそそ、情報が届いたりとか、そ日系のコミュニティの方々からまたその地域にいろいろその、うんえー、ね、周知させてもらえる方法があるのかとか、ちゃんとその、なんていうか草の根、ね、木、うん。

私もそのこと、どういうことが行われているのか、まだちょっと本当よくわからないので、勉強させてもらいながら。<ー>うん。そうそう。ね。ど<う>やっぱり、ね、見てほしいものが。見てほしい。だから草のね、運動をします。ね。うん、ね。いとも、本当にそうだと思います。い、もう、いや、なんかだから本当、いや、 なんか去年のコロナのその一波二波の時には東京にいたじゃないですか。大、うん、大丈丈夫ですか、うん、大丈夫かあ一波2波の時はほら東京にいてで今回の3波のこう緊急事態宣言ってもちろん東京の方ともお話ししながらあそうだなーって思いながら伺っている五つもね やっぱりこうやって私は岡山で本当にそれこそ草の根的にもうあの呼ばれたらすぐ行くみたいなで呼ばれなくても電話していくみたいな感じで今行かせてもらってたりしてでお会いさせていただけてっていう,、うん、ていうのとその下枝さんが八拠点だっていうのとかさやっぱりいやーなんか。 何かの力を感じるとしか言いようがないけどね、もうね、なんかね。なんかほら、やっぱり倉庫に思うじゃないですか、岡山入りしてる監督がいて、岡山の皆様がこんなにすごいね、ご支援してくださって、ご,ご協力してくださって、もちろん監督が一生懸命やってくださってるっていうのもあると思うんですけど、でもやっぱりうれしいなって思うのね、やっぱりね、メインロケ地の方々がそんな風に、うん。 ご協力してくださるとか応援ししてくれるって嬉いいじゃないですかだからなんか岡山の魅力とか私たちが岡山をメインロケ地にしたなんかそのつながりをちゃんと私たちが映画と一緒にいろんな国にそれも岡山のことも届けられたらいいなと思うし、うん、なんかそのためにねあのいろんな人にそれを届けるにはやっぱり草の根的にやっていかないとならないんだろうなっていうふうに思いますね。 うんいや本当なんかねだからこううんいやおもしや不思議ですよそれこそ本当にえっとねそれこそ昨日か、うん、昨日あれ違う一昨日一昨日だ一昨日あの笠岡に行かせてもらったりしていて、うんうん、みたいな形でそのもうその公のその例えば市長さんとか。 にもお会いいいさせててただいてみたいなことが続いてたりするんですけどうんすっごく皆さんその映画に限らずドラマシリーズそれもだから日本のテレビとかに限らず海外のものも含めておもなんていうのかやっぱり。うん みんなエンタメって好きなんだなっていうのがねすごい実感できるんですいろんな方に会うときにいつも。うん、で今日お会いさせていただいた方とかも実は本当にあのなんか一年に何百本単位で実映画を見てるとかね、うん、いやーそうなんだなって思うからそのどうやって届けるかっていうことをちゃんと考えながら作るっていうことがすごく大事なんだなって なんかね当たり前なんだけど当たり前のことをちゃんと実感できるからそりゃ草の根にもなるっていう話なのかななんてなんかね勝手に思ってます最近。うん,うーんなんか例えばほんと見れないからいいや、うん、じゃあ見なくていいやっていうふうにう,ん、うんなってるわけじゃないっていうことをちゃんと感じるというか。うん やっぱり見たいしやっぱりそばにあってほしいってエンタメなりアートなり文化なりっていうのはそうちゃんと思われる思われている相思相愛のものなんだなっていうふうになんか感じられるからだからそこをなんとかあの乗り越えられるようにあの何の苦労もなかったように いろんな人に見てもらえるように、受け取ってもらえるように、最初は頑張るってことなんだなって思うんですよね。ね。うん。なんかね、だから、そのスペイン語でも英語でもないところに。あうん、なんかなと思ってるところさえあります <laughs>。<laughs> これは何なのかなみたいな。 英語の地区は何語で話せばいい感じになっていくのかなとか思いながらのな。そ<の> <laughs> とりあえず英語ではないっぽいぞみたいなね。<laughs> ないらしいこれは。<laughs> なんかそ,そのね、あの、日系 <laughs> 人のコミュニティの方々とのあの今。うんうん <laughs> えとデザインしてるじゃないですか、デザインもしてるんですけど、そのデザイン上し、うん、これはどの言語なのかなとか、まあ、ある程度リサーチしながらだと、今、今その時点です。隣となると、みたいな。<laughs> <laughs> そうね、いやいや、ちょっと、いやなんか本当にこう、ね、私たちは遠隔でこう進捗状況を伝え合うじゃないですか、すごい楽しいですよ、<laughs> 聞いて,てでえって。なんか <laughs> そんな話が出てきてきるんだ <laughs> なるほどみたいなそうそうなんかだから面白いく保管ができてる気はやっぱりしますやっぱりこう日本とか岡山とか、まあ、岡山東京ほどではないですけど、うん、やっぱりねどうしてもゆっくりにならざるを得ないとかさ通常よりもスムーズにいかないともだってそれは当たり前だからあるんですけどそういう時にねなんか えなになにニューヨークと何の話その何の話みたいなこととかなんかねやっぱりこううまく本当できてるもんだなーって思います私なんかあなんかすごく本当聞いてとかほら LINE だいたりとかあの、うん、ライクでじ。 の状況を見てたりとかするとすごくあ良よかった明日も頑張ろうって思えるから不思議って思うんですけど、うん、よかったなってそれ本当に思いますね。うん、ねなかなか長丁場でほら頑張り続けるってさって、うん、あるじゃないですかにいくらなんでもいくら私たちが暑苦しいとはいえ、うん、なんとはねそんなねって話じゃないですかずっと。<laughs> ありますね。<laughs> ありますよって思うから。 そうなんか一個ずつのこのなんか良かったなってこととかこうガチャ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 しながらなんか今日とかほ、うんとほら下枝さんをちょっとありがたいところというか私たちのありがたいご縁をいたなんかお力添えいただけるところにご紹介できたりとかみたいなこととかやっぱりさなんかニヤニヤしちゃうじゃないですか <laughs> とりあえずはい、あ、よかったなんんんか進んだ進だだと思って もうやっぱその1個の進んだのために、うん、まあ10個のエラーは仕方ないんだなって思ってるもうでもあの1個のいけてる感じがあるからまあ、うん、頑張っちゃおうかなみたいなうんいやー<で>なんかあれですよねなんか10個,10個やって10個成功する人なんか皆さんいませんからとにかくね <laughs> えー 当たるって話でもないし、やっぱりちゃんと精査して、ちゃんと一つ一つ丁寧に当たりながら、それでもうまくいかないことももちろんいっぱいあるし、うまくいくときは、ちゃんとね、いいマッチングでさせていただけるんでしょうし、その後のことがね。まあでも、そうマッチング、そのとき、やっぱりちゃんとね、コミュニケーションっていかないと、ね、うんうん、ずっと同じように、いい状態で、いい態でだっていうからね。うん で特にやっぱりなんかこう、うん、映画っていうこの私たちが思ってるこの映画プロジェクトでいうとスパンも長いし、うん、多分普通の,そのインディペンデントと言われるものよりも確実に長いし、うん、じゃあ商業って言われるものと比べてもそんな遜色ないぐらい長いんじゃないかなんだったらそれより長いんじゃないかぐらいの話にきっとなるじゃないですか。うんうん、でなるとやっぱり ね、あもちろんこう一時的でも応援してくれるっていうのはすごく嬉しいんだけどできればやっぱりこう継続してなんていうんです支えていただけるで何か私たちもお返しができるなら継続的にこうウィンウィンにずっとなり続けていけるっていうのがねより理想だからやっぱりねそこはなんか大人としてもこういいスタートの,あのいい関係性のスタートを切って。うん で続けていくっていうのはマストだなって思う。もうねこん困難なことはもう最初にいろいろねいきなりパンデミックだったり、えー、こんな感じだったりいろいろあるし、うん、冒頭からそうでしたからまあいろいろあってもね多少のことでは驚いたりはしませんけれどもね。 ね、私とこう皆さんがずっといろいろ話してきた一昨年からずっと話してきたこの企画でうん、うん、私やりたい映画作りとか作品のこういう作品をちゃんと撮りたいうん、うん、こんなふうな人ってこういうエリアで届けたいんだとかそういうのがね、うん、まだまだやりたいなと思 進めたいことがたくさんあるから、ね、え、あの仲間になって一緒に進んでくれる勇者たちを募集しておりますよね。<laughs> 募集しております。もう何だったらあとこういっぱいこうアイディアごと持ってきてほしい。<laughs> 私たちもいろいろね思ったりしあれなんだけど、いやなかなかねこうそれこそこう アアイディアの種みたいなのあったとして、もうこれどうするこれみたいな、<laughs> これどうしようこれみたいなのもあるし、本当、うん、ぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、なんか僕、こういうことが面白くできると思うとかいう方いらっしゃったら、ね、メッセージいただければねそう。私はこういうことをやりたいと思っているんだけど、全然映画に関係ないかもしれないけど、コラボしませんかとか、なんか、 いか,、ね、からないですからね本当にその化学反応というかねどんなふうにかいかわからないですよ分からないかいろいろな形で、えー、そうなんだっけなんかね、うん、最近あのなんかあのなんだろうお友達申請してきてくださった方がなんか「地域で映画を作るってどういうことですか?」みたいなことをご質問されていらっしゃったメッセージの方がいらっしゃって。 で私にね直接、うん、であの、まあ、ちょっとさすがに言えることもあるし言えないこともたくさんあるからあのまだお返事してないんですけど今日なんかこうふわっとそのふわっとアンサーっていう意味で言うと、うん、なんか逆に映画を作るからといってなんて言うんですかわざわざ幅を狭める必要はないんじゃないのかなっていうことしか言いない。うん それだけだけなななんんてて思ってるんですよね、うん、実はんか例えばこれがエンタメだからとかなんかこれが文化だからって,ってそっち系のところだけに行くよりは逆に言うと、うん、エンタメとか文化とか映画とかいうものを 持ってくれる人であれば、みんなウェルカムって言った方が平和がいいなって思ってる。伝わる。これ大丈夫。伝わります。うん、なんか例えば。うん、なんかすごい具体で言うと、例えばじゃあ映画に関係する企業さんにだけ今言ってるかというと全くそうじゃないじゃないですか。私今でそれって。人はさっきの話じゃないんだけど。 映画だったりそういう楽しいものが好きだと思うのはそのどんな職だから限界があるとそのこ,れこのこの,職の人はそういうことは思わないっていうわけじゃないなって思ったタイミングが結構あってうんだったらそれこそ私なんかて言うとみんな初めましてだから逆に私今25年ぶりに岡山でこんなことを。 こういう風な形でみんなで楽しめるようなこと一緒にやれたらいいなと思うんですっていうことをまずなんか面白いかどうかって思ってもらえるよう思えるのか否かみたいなどうですかねっていうのをまあなんか話に行けた方がいいなって思うんですよねみたいなそうなんかちょっとその,なんかその方のお返事になったかどうかはあれなんですけどなんかねでも結構そういうことを なんか聞かれることも多くてまだ私なんか何もできてないのにって思ってなから私なんか今道半ばですけどって感じなんですけどでもなんかね、うん、そのね日系人協会さんのことも含めて、うん、その今島屋さんにやっていただいてそっち側のグローバル方向性も含めて、うん、なんかねなんかこう可能性を騒がえる方がなんか母数をせ減らしてる感じが。 しちゃうからなんか,なんか結局、うん、結局遠回りでも草の根がいい気がしてるんですよね、うん、今はねって思うけど。どっちもほら SNS 上でたくさんのいいねをもらったりっていうのも手術につながっていると思うんですけど、うん、でも知ってくれているのと具体的に何かしていけるのかっていうこととまた別の話だと私も思うので。 そっちもできたらいいよね、うん。より多分、あのー、草の根的、ね、なんかほら、プピルのさんが、ね、<laughs> 言ってましたけど、最初のことに、2000人にちゃんと会っては、えっと、説明をする、2000枚のチケットを売りたかったら、2000人にきちんと会って説明をするんだっていうことをあとの、まあ、あれほど気づい SNS だけに頼らなかったんだなっていうそ、うん、っちの方が確実なんだよやっぱりねっていうのはなんかおっしゃってるりもすごい今わかりますね。うんわかる本当にそう思うのでなんかねその今のこの特にこの時代のこのタイミングでそのやっぱり両方をやり続けるっていう、まあ、逆にこちら側のモチベーションとか。 っていうのが、うん、マストになってくるというかその草の根とこ、うん、のまあこ,これも草の根なんだけどね毎週毎週やるってどういうことなん,なんて話だみたいなし <laughs> 熱苦しいと思ってる方も結構わかりませんけど <laughs> まあまあ見なきゃいいんだけどまたまた喋ってるなみたいなあいつらまた喋ってるぞ <laughs> ってう <laughs> そう,そう,そう,うだけどねやっぱりこれで花私たちが こう近況を話させていただくっていうことをやっぱり毎週気にかけてくれる人はやっぱりそこにはいてくれるわけだし1週間のうちにねやっぱ FacebookWatch っていうかこれフェイスブックライブって非常にありがたいものでアーカイブをなんじゃかんじゃで見てくれたりっていうのもあったりするから,からねそういう意味でうんまあ結局 曲のところどっちも草の根なのかもしれないけど <laughs> あのやっぱりねなんかやっぱりさ思うのはさな何を伝えたくてそれを今やってるんだっていうそのアプローチの仕方をしてそこに何を言いに行ってるのかとかその背景にあるものは何なんだっていうことをばしっとこうやっぱり言えることを、まあ、今回。 南米での暮らしがあってとか、日系の友達たちがこうでとか、うん、でそういう発揮があって、だからこそ届けたい人たちがたくさん、私は自分の実体験であったからっていうのもあるじゃないですか。そこが、ね、熱多分暑いところなんだよね、きっと。だから届いてもらってうように、ん、なったのかもしれないし、うんうん。いや、それですよって思う。なんかやっぱりその 例えば本当うーん平たく大勢の人にっていうより特にその中でここの人たちに届いてほしいんですっていうところがやっぱりこう結局人間的感情だしパーソナルな部分だからそこがどれだけね思いが強く言えるかっていうことだなって思うしうん私は本当に今あの岡山で 岡山のお葬儀をのこの送るっていうことで残された人たちがどういうふうにその先の人生を見ていくのかっていうこの映画が本当にいろんな人の力を借りながらやっぱり大事だと必要だと思えるからやっぱり言いに行けるなって思うからやっぱりこれ自分の言葉で話せるっていうのは なんかねやっぱり楽しいですね、私もこう久しぶりにこのこういうプロデューサー業務をさせていただいてますけど、うんうん、楽しい、やっぱりと思う、<laughs> なんか、なんかさやっぱり普通じゃ、いや、ほら、島根さん,ほらみん見てるじゃないですか、私が会いに行ってる人たち。ううん、うん、うんうん いやね、えみんな楽しい私本当にそれはもう最初みんなこの子は一体何をしに来たんだって感じもありますよいっぱいあるんだけどな,なんでうちに映画の話に来たのってなるのもあるけどいやこういうわけで私会いたくて話に来たんですってそこに関して言うと私は自信を持ってあなたに会いに来たんですって思ってるのいつも。やっぱりね、うん それがうまくいこうが検討していただこうがっていうのでどちらだとしても間違いなく面白いんですよねなんかうーんこれはねだいなんかね財産、うん、になるのなて,て思,思ったけど、うん、確かにあのね作品の内容とさ私たちがそのやろうとしていることでこれが私たちのあの 伝えたいことなんですっていうのと手法と内容が全部ちゃんと合ってるからだよね、うん、それってそれすごい改めて感じてるのねだからこれはラッキーだったんだと思いますよもともとそういうふうに設計したわけじゃなかったしやっぱりねいろんなことがあってでいろんな人が。 力をを貸してくれたたたりりととかかいいろんなアアイデアをいただけたりとか私たちがふわっと思ってたりしたことがこっちを捨ててこっちだ <laughs> こっちだってやりながらそれがこうあのきちんと、まあ、焦げる船になってるっていうのはもう日々ありがたいなと思いますよねなんかうーんそうなんかもう本当だから東京のギャップファイナンシギャル ファイナンシングマーケットの時に結構なんかだからすごいねなんか背中をポンポンってされた感覚がありました私もやっぱりあの時に大丈夫だって君らこれは自信を持っていって大丈夫だよってやっぱりああいうことの積み重ねだなってねなんかやっぱりある程度自信を持たせてもらわないと言えないし。 独、うん、りよがれでもいけないしっていう中で言うとやっぱりああいう機会をもらえて、まあ、もちろん今もずっとお話を志島さん中心にやっていただいてっていう中で言うとやっぱそういうことってね非常にありがたいなって思うからもう本当どういう形に最後、ね、このアメーバがなっていくのか <laughs> なんか。 いいや面白いです、ね、どんなどんなね、うん、どんな感じのことにこう最後になっていけるのか、うん、でこれがねよく私たち話しますけど今後やっていきたいことの一歩目だとした時に、うん、どんな先どんなことがやっていけるようにこの先になっていけるのかっていうのもはたまたチャレンジだしそ,、ね、それこそトライアンドエラーだなって思うので。うんうん まあねま,またね、1週間頑張って、またいろんなことを持ち寄って、<laughs> 時々お互いにオンライン上確認をしながら、はいで、オンライン上で、りはいとか思ったり、いろいろやってるんですけど、あとね、書いてる時もね、これ、<laughs> <う>かもしれないな、この進捗はみたいなことを思いながら書いてたりするんですけど。そうそうそう そうなんですよもうねだって今日私ほんと進捗書ききれてないことあるからこれ終わった後しましさんにちょっとこれもちろんこれライブで言えないのでその話を言っとかないといけないなって思うこととか23個ありますからもうそうまあなんかでもうんわくわくするわくわくするわくわくする本当するにお正月っりしてる場合じゃないわ。 <laughs> <laughs> うん、見てました、<laughs> フェイスブックで。あお正月んりんだった <laughs>。あんなになんかおせちとか作らずに今年は食べ続けるのやめようと思ったのに、やっぱり食べたい。じゃ でも無理だくさん明日はね、ちょっとあのえあのの少々ありますね、す出るところがありますけど、でもそんなあのあれですよ、あ,あの比較的心穏やかにいられる感じだと思います。じゃ,じゃあ、ちょっと明日、長めのあのミーティングができるといいなと思いますが、今日ちょっとこうねうん皆さんに参加してから少しだけミーティングをやって。うん、あの 聞きしてはい、はい、ねオンラインでわれわれのチェックまで済ませるというね <laughs> <laughs>。すみませんね、ってらしですけど、でも大事だもんね、これ,これが大事なので、本当に。<laughs> そうなんです。<laughs> はい はい、では皆さん、あのー、今週もお疲れ様でした。はい、我々も今週も頑張っておりました。ま,したまた、お疲れ様でした。<ー>また、毎週も土曜日に我々も1、ね、週間また一生懸命頑張って、またの配信をしたいと思いますので、すごい寒いのね、本当に寒いし、お正月ね、なんか、あのー、食べ疲れてるかな、みんなもしかして私と同じで。<laughs> 私も食べ疲れてますよ、本当にもう。<laughs> もうやっぱり、も、はい、ちもち淡水みたいな感じですから、<laughs> そら <laughs> はい、なので、ね、少し、えー、と体にお気遣いをいただきながら、皆さんね。はい、ねじゃあ、また来週、そう,ですそうですね、はい。あのうん、まだ感染者が増えてきておりますので、ね、ね、皆さん、どうぞこちらへください。えー、と予防に、ね、気をつけてはいね ちょっと今,今ちょっと頑張れれば。おやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみなさ、はい。ありがとうございます。